どこ見てる？たあいもない抽象に心痛めて、生きていく上でルールがあるとすれば、それは何かもしない。それでも笑っていなきゃいけない。満員電車に揺られて、明日を生きることだけのために、働く働く、何借りたり疲れたように、狂って狂って、そして自分は子供の頃に見た夕日が今も心の中で輝いている。胸に手を当て尋ねる場所に、きっと僕らに答えが見えるものだけを綺麗だという。金で買えるものだけを贅沢だという。そして親のことを尊敬しない子供が生まれる。全部大人が僕らが悪いと思う。都会のネオンに見せられて、行き場を失うまでも騙され、嘘をつかれ、遊んで遊んで、突然壊された夜に、初めて初めて気づいた自分に、自分に、自分に。子供の頃に見た夢の話、記憶の中で輝いている。手を当て尋ねる場所に、きっと僕らへ答えが待ってる。子供の頃に見た夕日の中で、僕らはいつも輝いていた。胸に手を当て尋ねる場所に、きっとみんなと同じ。